国国は、ホリオセタによる日本の漫画作品。増刊モーニングに似て、第10号より2014年11月号まで、不定期に連載された。後に、モーニング本誌2014年47号に、プレミアム読み切り劇場レガーロ枠で、国国番外編、300日後、が掲載された。単行本は、全8巻。単行本第1巻の帯では、 水木しげるが八十点と点数をつけ三字を送っている。また、第二巻の帯では、小説家の伊坂幸太郎が、最近、何か面白い漫画ありますかと質問されると、真っ先にこの作品のことを口にしますとコメントしている。優雅樹里は、無職の父高文、み、兄との兄翼、隠居の祖父と、母親、シングルマザーの妹さなえ、お味しいと共に、貧乏な、 暮らしながらも平凡に暮らしていた。ある日、老いと兄が幼稚園からの帰路の途中で誘拐され、犯人からジュリ、父のもとに、身代金要求の電話がかかってくる。犯人の要求する、身代金の受け渡し期限までは30分しかなく、間に合わないと悟ったジュリは、犯人と差し違える覚悟で二人の救出へと向かう、決意をする。しかしその時、じいさんが、 夕川家に代々伝わるという止め会術を使い、時間を止める。人も物も,も、死んだ番章が止まった止め会で、樹里たちは二人の救出へと向かう。しかし向かった先で、自分たち以外の動く人間たちに遭遇、吸収されてしまう。彼らは止め会術を崇める、マスミんでナる会の教祖さが順ュと、幹部の柴田、宮尾、そして、幼少時代に止め会に入ったことのある。 相談役の真島翔子、さらに金で雇われた外部の人間たちであった。彼らの目的は、夕川家にあるとされる、止め会術の石を手に入れることだった。止め会術の石をめぐり、樹里の霊界忍を追い出して強制的に、止め者とする能力と、さんの上限10メートルの瞬間移動する能力を使って、教祖たちとの戦いが繰り広げられる。宗教団体。 サネーナル会と略称で呼ばれる。夕川屋から止め会術を奪い取ることを目的に誘拐事件を起こした。止め会術を熟知していたサネーナル会の創始者が書いた大縁行記を競技書とし、止め会に関する知識を共有している。母体となる集団は200年以上前から後者という形態で存在していたが、明治時代には止め会の信仰は廃れていたらしい。 その後、戦後すぐの時期に、宗主と呼ばれる教祖を中心とした現代的な宗教組織に作り変えられる。約20年前に、宗主を継いだ助川が、隠されていた俗籍を発見し、止め会信仰が再考された。夕川屋の爺さんが、止め会術を発動すると同時に、俗籍を用いて止め会に侵入した。教団の人間9人と、金で雇った外部の人間9人の、 合計18人で止め会に入った。2018年1月から3月まで東京 MX 他にて放送された。アニメーション制作はマングローブから引き継ぎ逆殺機関を制作するチームとして設立されたジェノスタジオが担当。また、ジェノスタジオにとっては本作が初のテレビアニメ制作元受け作品である。同年5月25日に 全12話を収録した、ブルーレイボックスが発売された。インターネットでは、アマゾンプライムビデオにて、全世界に独占配信。ありがとうございます。